生活の維持に必要な場合を除き、みだりに居宅等から外出しないことを要請します。神戸の繁華街から消えたにぎわい、休業に追い込まれる店が相次いでいるが、中でも感染の恐れがあると名指しされたライブハウスは苦境に陥っている。ライブハウスというのは名指しで言われてますのでね、それはもうあまりにもきついですね。もうきっぱりと閉店した方がいいのかな。ライブハウスなしではミュージシャンは音楽できないですね。こんだけ世の中にライブハウスが悪いみたいになったから、それを逆手にとって、じゃあ判断してくださいよ。神戸市中央区の神戸バリット。このちょっと大型の空気清浄機を全部で6個入れて、はい、そのまあ営業ねできればなという形で考えたんですけど。2004年に誕生し、一流アーティストだけではなく新人ミュージシャンの活躍の場を支えてきた。まあ3月入って公演のキャンセルがもうめちゃくちゃあって、こんなに音の鳴らないライブハウスが寂しいものっていうのはちょっと想像はできなかったですね。最大収容人数は350人、先月の家賃はおよそ200万円に上る。しかし観客やスタッフなどの安全を考え、今月営業の自粛を決めた。ちょっと家賃も割と高い方なので、ちょっとそれすら払えるのかどうかが危ういという感じですね。でもそういう可能性があるならば、それはやっぱりやめた方がいいでしょうし、まあ、むしろここで出ちゃうと日本全国の他のライブハウスに迷惑かけちゃうことにもなるので。現状を打破しようと南出さんが発案したのが、ライブハウスジャッジメント in 神戸。公式のツイッターでもう第3弾アーティスト発表が今日12時なので、はい、それをアップします。神戸の4つのライブハウスがタッグを組み、無観客ライブをインターネットを介し配信する取り組みだ。アーティストに仕事ないよなとか、裏方さんもフリーの人たちみんな仕事ない言うてるわとか、そんなん俺らなんとかせなあかんのちゃうっていうのがもともとの始まりだから、箱代云々で最初からうちら儲けなあかんわっていうことで始めるんじゃなくて、コロナショックをなんかチャンスにして、あ、だったらもう配信思い切ってせえへんって。会場の一つ、神戸の老舗ライブハウス、チキンジョージ。収録ではもちろん観客の姿はなく、スタッフは最小限、アーティストも演奏が終われば退出する。すごいいいことだと思います。いろんな形でやっぱり音楽が動いてないとね、ダメですもんね。音楽だけじゃなくてね、いろんな映像を撮る人もそうだろうし、音声もそうだろうし、何かやってないと絶対つまんないですよね。普段はライバル同士といえばライバル同士なんですけど、まあ、そういうのをでも垣根越えて
やろうぜっていうことは僕らにやったらできるんちゃうかなというのは思います。ちょっといっぺん見てみようかなと思って見ていただいて、あ、こんなにエンターテインメントのこう原点がここにあるんやなっていうことを知っていただけたら、それは嬉しいことですよね。しかし昨夜、兵庫県は利用自粛に加え民間施設への休業要請を決めた。県民の命を守るため施設の使用停止とか催し物の開催の停止に ご理解をいただきますようお願いします。これに伴い当初予定していた各会場からの生配信は断念。すでに収録が済んでいる映像のみ配信することになった。さあ、この今流れてるウィーバンも出演するというライブハウスジャッジメントイン神戸、開催日がこういうご時世なんで、ライブハウスに関わる全ての人たちが帰ってくるその時まで明かりを途絶えさせてはいけない。南出さんは配信に先立ちラジオ番組に出演し思いを語っていた。音楽だけじゃなくて、はい、アーティストのメッセージというのはめちゃめちゃ強力やと思います。で、このそれを僕らはその配信インターネットを通じて画面を通じてサウンドを通じてもうその最大限のお手伝いをせなあかんなっていうのはめちゃくちゃ今感じてるので、だからね、ほんまこの前の収録して思いましたけど、これね、これ絶対にネット越しに見て、めちゃくちゃいいなって思ってくれると思います、ライブハウス知らない人が、はい、だからライブハウスとかこのバンドを知らん人たちにたくさん見てほしいんだ、はい、そうすると絶対なんか、うん、うわめっちゃかっこいい、ゾクゾクすると思うんですよ。でまたなんかの機会にライブハウスに来てもらえたら、それはまた嬉しいんちゃうかなと思います、うんうんうん、はい。